今日はサムネを撮るのを絶対に忘れない、忘れないようにサムネを撮る。花の色は映りにけりないたずらに。シュートです。今読んだ句は百人一首にあるやつなんですけど、いろいろと物を前に沈んでる間に時は経ち、自分の美貌も衰えてしまったっていう意味らしいですね。でね、なんで急にこの句を読んだのかと言いますとですね、まあ今3月の終わりで卒業シーズンだったり、まあ新しい生活の準備だったりとかで、いろいろと悩みや憂いや愚痴などがね詰まってると思うんですよ皆さん。だから今回はそのみんなの悩みを聞いてこいつこんなことで悩んでんのかよ、うめえうめえ酒がうめえつって冷やかしていこうっていう企画です。あ、間違えた。そういうみんなさんの悩みを少しでも発散していただければなっていう、ようわからん動画です。今回もですね、インスタの方で皆さんの悩み、憂い、愚痴を聞かせてくださいっていう風に募集させていただきまして、ではたくさん皆さんも悩みとか言いづらいだろうにね、もうたくさん答えていただいて一晩中読んでましたね。はい、もうだから皆さんの悩みとか愚痴とか今回は僕が全部解決させていただきますっていうのはさすがにちょっとおこがましいかなという風に思ったんで、まあ今回はこうやって動画で紹介することでちょっとでも発散したり、あ、僕以外にも私以外にもこういう悩みを持ってる人ってやっぱりいるんだっていう風にね、なんか共感してもらえたら嬉しいなっていう風な願いを込めてます。それでは早速いきましょう。 Let's think。 男性が好きな女性だけにすることとかってありますか？18歳以上はスキンシップ、それ以下は意地悪。ダイエットが続きません。痩せろと全力でお願いします。痩せろ、さばくぞ。男子と喋ってると恋愛がどうのこうの言ってくるやつ普通にしたいです。はいはいはい、そういうやついますよね。まあでもそういうやつはもう許してやってください。もう思春期だから、もうそういうのにね盛んな時期だから許してやってください。でももしね、もう許せないわ、もうこいつしたいわって思ったら、DM で僕にそいつのアカウントを送ってください。僕は TikTok で晒します。ガチで彼女ができない、シュートさん付き合って。僕は彼氏にしかなれません。彼氏と喧嘩しました、どうしたらいいですか？もうこういうのは先に大人になった方が勝ちですから、悪くなかったとしても謝りましょう。彼氏でいると幸せすぎてあ、すいません。とりあえず1個前の子に謝れ。シュート君に会うにはどうしたらいいですか？最近はよく渋谷に行きます。からし持ちの友達が私の好きな人と電話ばっかりするんですよ。もう笑うしかないんですよ。クソビッチ、全然笑えてねえな。いやマジ鬱陶しいよね。でもね、こればっかりはもうそういう性癖の友達だから、ちょっともう我慢するしかないかもしんないけど、まあなんかそうやってさ、強かった強かった、なんか隠そうとして最後に本音が漏れちゃう感じ、俺は好き。学校にピアスつけていくか迷ってる伊豆小学生。ちょっと言わせてもらうんですけど、小学生ながらに学校にピアスとかつけていっちゃいますけど、あれめっちゃ自分いけてねみたいな感じでしょ。ダメって言われてる中でわざわざピアスつけていくの全然かっこよくないからね。ピアスとかイヤリングっておしゃれアイテムですからね。ダメって言われてる中でわざわざ無理してつけていっても全然おしゃれじゃない。ピアスも喜んでないわ。そんな好きな人に振られた直後に元彼に寄り戻そうって言われました。あなたの気持ちが一番優先だと思うので、どの子のこっちから言うことはできません。でも元カノに寄り戻そうっていう男は大抵体目的。出会い系アプリの相手がしつこい。え、何それ、出会い系アプリの相手がしつこいってことは、出会い系アプリをさ、アンインストールすれば解決じゃないですか。しつこいなとか思いつつも、なんか恋をしてくれる相手にちょっと嬉しいって思っちゃってるのかもしれないよ。昼間仕事してるのにもかかわらず夜行性が治りません。そして食べ物が無限に入ります。これ僕も夜行性なんでめちゃくちゃ気持ちわかるんですけど、6時間寝ようが2時間しか寝てなかろうが、起きる時は結局あ眠いな辛いなってなるんだから、もう夜行性の方が得ですよ。しかもさ、食べ物が無限に胃に入るってめちゃくちゃいいことじゃないですか。何でも美味しい。ただね、夜更かしをしちゃうとなんかいっぱい食べちゃうみたいな、なんかそういうホルモンが働くらしいから、なんか太りやすくなるらしいですよ。なんで人間なんて生きてるんだろう。人間が生きてたって別の生き物を傷つけるだけじゃん。なんか急にちょっとね、壮大な悩み事が来ましたけど、まあ、やっぱりね、世の中は弱肉強食の世界ですから、今人間が一番強いから人間がこうやって生きてるわけであって、別に人間がいなかったら人間にとって変わるような生物が多分いると思いますよ。それにまあ人間のせいで苦しんでる生物もいると思うけど、人間のおかげで生きることができてる生物っていうのもまあいると思いますから、もうこれはもう考えたって仕方がないことかもしれないですね。友達が僕の目の前でイチャイチャするのがとても嫌で一回殴りました。ナイスパンチ。前を向くために告白したのに振り方に彼の良さが溢れすぎててさらに好きになってしまった。叶わないかなとか思いつつも、まあ踏ん切りをつけるために告白したっていうことなのかなとか思うんですけど、誰しも好きな人に振られる時ってやっぱね、その人がいい人に見えると思うんですよ。だってさ、お前のことなんて大嫌いなんで二度と話しかけんなみたいなことをさ、振る時に言う人いないじゃないですか。みんな告白してくれてありがとう、でも君には僕以上にいい人がいると思うから、そういう人と付き合った方がいいよみたいな優しい振り方をねする人が多いと思いますよ。ね、辛いよね。弟とお風呂上がりに裸でばっかり、最悪でした。僕は一人っ子なんでこういう経験をしたことがないんですけど、まあ僕に仮にお姉ちゃんがいたとしたら一度はこういう経験がしてみたい。身長伸ばす方法を教えてください。シュートさんは何センチですか？まあやっぱり僕もね、身長高いキャラとしてやってるからには身長の伸ばし方の一つや二つぐらい持ってますわ。僕が身長伸ばす上で気をつけたことといったら、まず夜更かしでしょ、でインスタント食品を食べまくるでしょ、であとぐうたらな生活
然。あ、ちなみに僕身長164センチです。身長分けてください。伸びません。ない、それは触れません。学校を辞める方法、中学か高校か大学か分からないけど、中学に関してはもうちょっと諦めてください。高校と大学に関しては、学校辞めるってなったら、まずね、説得するべきは先生とかじゃなくて親ですからね。辞めたいことをもう全力でバーンってぶつけるしかないね。でも僕は学校ってなんだかんだ言ってた方が、後々ね、役に立ってきたりとか、楽しかったなとかいろいろ思い返せるから言ってた方がいいとは思います。でもどうしても辞めたいんだったら、親にバーンってぶつけましょう。それでも辞めれなかったらボイコット。春から新社会人です。先日の新入社員オリエンテーションで誰とも話すことができず、うまくなじめるか不安です。もう新入社員オリエンテーションでどれだけ話してとかあんまり関係ないですから。働き出したらどうせ仕事の関係で話さないといけなくなるから、自然とね、馴染むことができますし、あんまりそのたくさんの同期と話すっていうよりも、なんかどっちかというと目上の人、上司とかと話すことの方が多いですから、あんまり気にしなくて大丈夫です。多分元カレめ八股しやがった。えぐない八股は。月火水木金土日毎日一人彼女をつけたとしても一人余るで。そいつのアカウント教えてください。僕は TikTok で探します。夢があるんですけど、受験とオーディション的なのが被りそうです。これは確かに悩みどころですね。まあ僕がまず客観的な意見を言わせていただくんだとすれば、受験を優先した方がいいと思います。受験っていうのはまあね、できるだけその年に絶対受けた方がいいですから。オーディションは最悪ね、次の年とか半年後とかにもね、もしかしたらあるかもしれないから、今じゃなくてもいいのかなっていう気がするのから、まあ客観的な意見としては受験を優先した方がいいのかなって思うんですけど、まあでもやっぱりね、今がいいんだ、今じゃないとダメなんだって思うんであったら、もうオーディションを優先していいと思います。気になってる人が天然たらしすぎて日々病んでます。これはもう天然たらしを好きになったら自分を恨みましょう。でもさ、たらしってさ、なんでか分かんないけどモテるよね。彼女にスポーツ系のファッションが好きと言われました。その服にした方がいいですか？する必要一切なーい。新入ちゃんに好きな人誰か言うと、毎回うちの好きな人とうち以上に仲良くなる。悪意あるのかな？いや、俺悪意はないと思うんですけど、多分そういう人なんだと思います。一定数そのなんか人の彼氏とか人の彼女とか人のものをね、ちょっと欲しがるようなね、人がいて、それが快感みたいな人がね、いたりしますから、まあ悪意っていうよりもまあ快感なんじゃないでしょうかね。はい。漢字に千字の課題が終わんない。送り仮名の多い字を選びましょう。いつも秋葉原と秋葉原でどっちだったか悩みます。覚え方などありますか？漢字で2000回書いてきてください。この前の卒業式で好きな男の子に告って振られたけど忘れられません。忘れる必要一切ない。追い続けよう。不登校だからなんだよ。こっちにはこっちの理由ってもんがあんだよ。そうだそうだ、もっと言ってやれ。シュート君、結婚して。ごめんなさい、早く結婚して。ちょ、もう鬱陶しいわ、しつこい。なんで結婚してくれないの？18歳以上。はい、ということで今回はまあこんな感じでね、ちょっと終わりたいと思うんですけど、まだちょっと他にも紹介できてない、いろんなね、ちょっと面白かったり、ちょっとこれかわいそうだなっていう悩みがね、たくさんあったんですけど、まあ今回のね、この動画でちょっとでも発散できたりとか、なんかちょっと共感があったりとかね、したら、嬉しいですね。はい。でね、今回一番多かったのが、シュートさんのことが好きすぎて困ってます。どうしたらいいですか？みたいなやつを俺もたくさんいただいたんですけど、もうそうやってね、僕の嬉しいことを言ったから、で選んでもらえると思うね。本当にね、もうこの動画に協力してくださった皆さん、本当にありがとうございます。僕は本当にね、もう悩みとか不安とかがない人だから、もうみんな本当にいろいろ考えてるんだなって思いました。最後に、今回の動画が面白いと思った方や、こいつ何言ってんだとか思った方は、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。キットカット美味しいですよねって思った人もお願いします。そしたら今回はこんな感じで終わろうと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本当にみんなありがとう。